八木山、ベニーランドは、宮城県仙台市大白区にある、遊園地である。市民からは、ベニーランドと呼ばれる。運営会社は株式会社エイトリーである。仙台市都心部の西に隣接する青葉山丘陵の、八木山に位置する。道路を挟んで向かい側に、仙台市八木山動物公園があり、仙台城がある青葉山とは、竜の口渓谷を挟んで向かい合っている。開園期間は、 例年3月初旬から翌年の成人の日までで約1月半の冬季閉園期間がある。また12月度の平日及び年末の休園。八木山動物公園の入園券の半券を提示することでベニーランドの入園料が割り引かれるサービスが行われている。また山形県上野山市にあるリナワールドとともに南東北遊園地協議会を結成し、 共通イベントや割引などを行っている。ベニーランドのマークは、ベニーマークと呼ばれ、ベニーランドのベオ園で囲んで図案化したものである。濁点をめ、へを口に見立て、子供の笑顔をイメージしている。テレビ CM のナレーションは、くすみこはる。1968年4月14日に、東北地方で、初めての総合遊園地として開園した。 ヤギヤマ動物公園の開園から3年後のことである。開園当時のアトラクションの数は15で、ジェットコースターやゴーカート、ティーカップ、回転ブランコ、宇宙ロケットなどがあった。ジェットコースターやゴーカート、ティーカップは移転やリニューアルを経て、今でも現役であるが、回転ブランコや宇宙ロケットなど後年に廃止されたアトラクションもいくつかあった。開園後、 観覧車の新設などアトラクションの充実が図られ、1980年には2回転宙返りのコークスクリューが設置された。これはアトラクションマシンの大型化外国製マシンの導入という点で画期的だったという。アトラクションの拡充はその後も続けられ、現在は30近いアトラクションが利用者を楽しませている。1968年4月14日の開園を、 記念して、ベニーランドのテーマソングが作られた。正木冬彦が作詞、小し信義が作曲、天地ちふさが歌を担当した。その後、東北地方各県でベニーランドのコマーシャルが流され、宮城県のみならず、東北各県で、馴染みの歌となった。そのメロディは替え歌にされて、地元の高校野球の応援に用いられてきたが、近年は、 プロ野球の東北楽天ゴールデンイーグルスのチャンステーマとしても使用されている。2002年4月に第一交渉のメロダムにて携帯電話着信メロディ配信サービスが行われた際にはダウンロード数は2万件を超えた。作曲者、作詞者、歌手は長い間不明とされてきたが2006年7月にテーマソングが初めて CD 化され園内で発売された際に 作詞者と歌詞が判明した。さらに2007年4月25日に発売された宮城夏香 CM 大全集では企画段階からラインナップの目玉とされ担当者が奔走して作曲者を小しべ信義と突き止めた。この他2007年9月22日に発売された CD アマチ子大全風子のコマソンパラダイスや 同年11月23日に発売された懐かしの仙台 CM 大百科にテーマソングが収められた。歌詞は5番まで存在するが、録音されたメロディーは3番までしかない。楽天のチャンステーマで他地域にも知られるようになったが、他地域ではガリガリ君の CM ソングと間違える人もいる。スカイジェットから見たベニーランド園内周囲の住所はヤギ山本町だが、 ベニーランドや動物公園公配置がある。この地区は住居表示が実施されていないため、飛び地状態で長町の地名となっている。ありがとうございます。